死体の写真バンバンノーモザイクで乗りまくり、リアル現場主義、主義また言われた先に主義、もう一回やりましょう。いや、いいですよね。リアル現場主義。 OK、 決まった。さあ今日はどんな話しましょうか。はい、やっぱりなんか大体仕事だとインタビュー、が多いんですけど、インタビューする方ね、する方が多いんですけど、まあたまにインタビュー E っていう、インタビューされる側になることもあるんですけど、はい、でまあなんか普通に雑誌でこうホームレスのことお願いしますとか、まあそういうことが多いんだけど、一回ですねアメリカの雑誌からインタビュー要請が来まして、あれちゃいます、あのラムさんの家に味の素のちょっと残ったやつがここはなんでかっていうインタビューを受けたんですよ。それは僕味の素大好きっ子だからですよ。何の取材ですか。まずですね、雑誌名がガールズ&コープスっていう。ガールズ&コープス、まあガールズは少女、コープスは死体ですね。まあ少女と死体っていうかなり攻めたタイトルで、なんかあのタイのちょっと古い雑誌みたいですね。表紙はそういう水着のお姉ちゃんがゾンビみたいなとかミイラみたいなの抱いてキスしてたりとか、もろ女のガールズって言ってもなんだろう、もう肉感的な女の人とその死体がこうランデブーしてるっていうのが毎回表紙になってる、攻め攻めのというか、さすがアメリカっていう、そういう本からインタビュー依頼が来まして、はい、でまあそんな本なんでやっぱ樹海の樹海について話を聞かせてほしいっていう話が来まして、まあ、意外とインタビュー自体はね、まああの筆談というかメールでお互い、まあ、お互いじゃないな、向こうは英語で来たのを僕が日本語に訳して日本語を翻訳して英語にして送り返すみたいなのを繰り返したんですけど、まあ確かになんか英語の方が翻訳機能しやすいか。うん。で、こっちは英語ちょっと上がってるわけですよ。勉強はもう中学校、高校としてるわけなんで、一応分かってるじゃないですか。あっちはもうひらがなも分かんねえ、漢字も分かんねえ。出たのそのまま送るってなるとね、むちゃくちゃのが来ちゃうんで。で、まあ結構ずっとやり取りして、で、結構まあそれそのまま載る記事が出て、で、日本じゃありえないんですけど、死体の写真バンバンノーモザイクで、乗りまくりっていう、マジかいっていう。アメリカ人にとっては外人だから別にいいのかなと。まあそんなマイナーな雑誌だし。で、僕、その雑誌をちょっと今日さっき調べてたんですけど、僕以外の企画を見たら、僕の前の企画がスカトロマジック。で、僕の後の企画が魔術師ヒトラー。やばい。っていう、そういう中に、なんか不謹慎な中に混ぜられたなって感じではあるんですけど、まあ、インタビュー自体はね、すごく真面目ではあったんだけど、まあ写真も載ってる中に、ドーンとわざわざ書き下ろしのイラストが載りまして、それがすごいのは、本当にもう腐敗している死体の前で、首吊ってる死体の前で、自撮りをしたりしてる女子高生のイラストなんですよ。タッチがね、微妙にタイ人みたいなタッチ。これだから、そのタイの、ちょっとその、グロ系の雑誌になんか似てません？ねえ。なんか好きなんちゃいます、もしかして。ちょっと、そんな感じですよね。今はもうないですけど、タイには。なんかほんまに同じ匂いしますね。まあ多分、もともとそういうのが好きな人がやってるのもあるし、方向性が似てくんでしょうね。ああ、そうですね。で、やっぱそれってやっぱ日本でやると怒られるし、日本人がやりたくてもなかなかやれないことをね、平気で乗り越えてくる。すげえなって思ったっていう。まあでもなんか、イラストの女子高生の外国人から見た感じ、こんな感じってのが分かって面白いですね。そう、だからもう本当にね、こんなんやってるんですよね。死体はもう本当にね、風の谷のナウシカの巨神兵みたいな、ベロ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 って、そんなにはならんやろっていう。赤いだドロドロにはならないだろうっていうのになってたりね。なんかいろいろ面白かったんですけどね。やっぱり日本人ってそういう短いスカートで携帯にめちゃくちゃアクセサリーつけててみたいなイメージがあるんですね。まあ合ってますよね。まあ合ってはいます、まあね、そんなインタビュー経験がすごい楽しかったっていう話なんですけどね。なんかそのアメリカの人から知ってその樹海ってどんなイメージとかなんかありました？ああ、前も話しましたっけね。だから、スリップノットってアメリカ人ですよね。うん、そう。なんか、ものすごい、東洋的な神秘の森みたいなイメージは持ちつつ、やっぱり好奇心すごいあるし、みんな死ぬなんてすごいじゃん。神秘的じゃん。みたいな感じですね。どうしても来たくて来たくてしょうがなかった。みたいな感じなので、うん、やっぱり好きな人多いみたいですよ。なんか、あれかな。自分でっていうところが、あれなんですかね。
やっぱり日本しかないというか、首吊りのスポットってほとんどなくて、家でいいですもんね。家でいいです。なぜ外で死ぬかっていうと、こう位置エネルギーを利用するとか、電車の速度を利用して死ぬから外で死ぬんであって、拳銃で死んだりとか首を吊って死ぬのは絶対室内の方が成功率高いので、そうですね。うん、それをわざわざ森に集まって、しかも富士山の下に集まって死ぬっていうのがやっぱりちょっと神秘的だったり、日本人としても意味がよくわかんないんですけど、ただまあ外国から見たらよりキーなジャパニーズ文化と思うだろうなって。なんかちょっとサムライをちょっと通じるとこあるんですかね。あると思いますよ。というか日本人もそういうちょっと切腹的な感覚で樹海で死んでる人が多いなって思うんで、なんかやっぱりわざわざ出かけて行ってその場所で死ぬっていう、儀式的にするっていうのをしたいっていうことなんで、富士山の T シャツが着てる外国人の人とかもそれ込みでヤバって言って買ってるかもしれないですね。うん、あとね、外国の人で樹海で亡くなってる人もいます。ああ、その海外から来て、うん、意外とそういう日本の樹海で死にたいですっていう人が今後増えていくのかもしれないっていうオチは良くないな。結構そんな有名なんですね。すごい有名です。ギャル現場主義でした。富士山。